どうも、ヌヌです。ドラゴンクエストヒーローズ2続きをやっていきたいと思います。結界が張ってあったんで、多分ホミロン軍曹がまた解除するから護衛しろってやつじゃないかな、今回は。確かに電車の塔にあったのと似てるけど、あれよりも断然力強い力を感じるわ。どんな結界であろうと恐れることはないぞ。我が輩のマジャスティスに任せておくのだ。早速念じるであります。念じる。うわー、厄介だな。とりあえずだいぶやりやすくなったはず。あと厄介なもん出しやがるな。ギガ電かまそうとしてたのに、
放しとこう。まだ湧くか。
神々騎士とかやこれやばかったんじゃん。よろしく。復活してる。そんな、もう我慢できないわ。魔王のところにたどり着くことすらできないわ。ギガスラッシュ。お前は悪くないぞ。きっとまだ何か手があるはずだ。頼むよ。まだ戦いは続いてるわ。みんな踏ん張りなさい。ビッグトマホすぎだろう。さすがに厳しくなってきたわね。このままじゃもう。ちょっと諦めるにはまだ早く。もう少し。ここまで来たのに。
本当にもうダメなのか？諦めるでない。お、ダラルの王様と、転がってきたよ、ジャック。セザール様、遅ればせながら、ジャック参上。ダラルの王様、それにジャック将軍まで。我らを忘れてもらっては困るな。グレティアの親衛隊。グレティア女王の命により華麗に参上。青い人、大きい人、助ける。おお、バトルレックス。お前たちまで。いいけど限界はどうにも。オミロン一人では無理でも、皆の力を合わせればどうかな。我ら魔物の力を集め、もう一度結界に挑むのだ。やるぞ。わかった。じゃあ始めるよ。今度こそ演じる。よし、来てくれたみんなを結界の前に集めるんだ。行きます。とりあえず本番たち潰さないとね。やるとするか。ここ外して。一回ホミロのところに行った方が良さそうだな。やるとするか。任せて。
悪いやつ許さない。それに青い人たち負けるへへっ、俺ってやつは仁義に熱い男だな。礼を言っておくぞ。でも無理はするなよ。大丈夫、任せろ。青の使いは強いよね。パフェだし攻撃力高いし。これでジャック将軍が扉の前まで行けば、いたいた。やっとクリアした。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。